はい、今回はシンガポールの定番観光スポットを回りつつシンガポールグルメを楽しみに行きたいと思います。まずはリトルインディアのメイン通りを抜けてシンガポールの定番の朝食を食べに行きたいと思います。出かける時間が早すぎて人が全然いません。こちらヤクンカヤトーストに到着しました。まだオープン前でしたのでオープンまでもう少し待ちます。カヤバターセットというセットメニューをいただきました。まず飲み物はコーヒーをいただきます。そしてこちらのセットメニューにはたっぷりのバターとたっぷりのカヤジャムがついたカヤトーストがメインとなり、こちらの熱々の温泉卵といただきます。乾杯。猫舌なので慎重に飲んでいきます。めちゃくちゃ甘いです。砂糖、コンスターチ、マーガリンなどを加えて深くローストしてあるので甘く仕上がっているようです。それからコンデンスミルクも入っているようです。それではメインのカヤトーストの方もいただいてみましょう。これもめちゃくちゃ美味しいです。サクッと焼かれたトーストにたっぷりのカヤジャムとたっぷりのバターが入っていまして、こちらも非常に甘いです。甘党の僕にとっては非常に美味しい朝食です。飲み物も甘くて食べ物も甘いというところでですね、健康面ではちょっぴり心配です。セットでついてきた温泉卵もつけて食べてみましょう。この温泉卵にトーストを絡ませながら食べるのがローカルの定番の食べ方のようです。ちなみにカヤジャムというのはですね、ココナッツミルク、卵、砂糖、パンダンリーフというハーブが入っていまして、東南アジアでは定番のジャムだそうです。ココナッツミルクが入っているのもあってですね、健康や美容にもいいと非常に人気のジャムだそうです。ちょっぴり健康面では心配ではありますけども、またリピートしたくなる非常に美味しい朝食でした。完食。こちらお店でカヤジャムだけも販売しています。これは自宅に常備したくなるような商品です。ちょうど隣にスターバックスがありましたので、甘くない普通のコーヒーをいただきます。まだまだ朝早いですので少しだけ作業して出かけたいと思います。お店の雰囲気こんな感じになっていまして、日本のスターバックスとそんなに雰囲気変わらないかなというふうに思います。それではコーヒーも飲み終わりまして、まずはマレーシア市内高層ビルを眺めながら歩いてですね、マリーナベイサンズまで向かいます。こちらサンテックシティ、シンガポール市内にある大規模なショッピング商業施設を抜けていきます。真ん中にはファウンテンオブウェルス、富の泉と言われるですね、世界最大級の噴水ということでギネス記録にも登録されている噴水があります。中に入れるそうなんですけど、入ればよかったなというふうに思います。サンテックシティの中、若干迷子にもなりながら、こちらを抜けていきます。見えました、マリーナベイサンズです。近くで見るとまた迫力がすごいです。あんな上にですねプールがあるんですけども、すごいですよね。いつかマリーナベイサンズの中にあるホテルにもですね宿泊してみたいです。以前の動画で遠くから見ましたけども、この辺りのエリアですね、左側を向くと観覧車がありまして、さらに逆側にはアートサイエンスミュージアム、美術館があります。その他ガーデンズバイザベイもありますし、ここだけでですね丸一日観光が楽しめそうです。マリーナベイサンズのショッピングエリアに入ってきますと、まさかの建物の中に滝とボートがあります。この水路を囲って飲食スペースもありますので、この辺りで食事するのも良さそうです。ちなみにこちらのボート13シンガポールドルで乗ることもできます。個人的には建物の中よりせっかくなら外で乗りたいですけども、まあ記念にはなるかなというふうに思います。続いてこちらカジノもあります。
別の入り口から少し中の様子見えたんですけども、かなりですね大きなカジノでして、多くの人でにぎわっていました。見た目も非常に豪華な雰囲気がします。こちらも水の上にシンガポール初の高級紅茶ブランド TWG のカフェがあります。長い行列ができていまして、雰囲気がいいこともあって非常に人気な店舗のようです。商業施設内高級ブランドだらけなので、散歩がてらウィンドウショッピングのみ楽しめます。こちらはホテルスペースになります。実際に外から見えるあの高いビルのスペースですね。ホテルに泊まってみるのもいいと思いますし、それからですね右に見えますレストランで食事をするのもいいんじゃないかなというふうに思います。質の高い世界各国さまざまな料理をビュッフェ形式で食べられるようです。こちらに子どもの遊び場のスペースがありまして、このスペースを囲うようにフードコートがあります。カジュアルにサクッと食べたいときはですね、こちらのフードコートで食事をされるのがいいんじゃないでしょうか。ここで食事したかったんですけども、一人だったので席が確保できず断念しました。フードコートのエリアまですごく豪華な雰囲気がします。こちらのフードコート、世界各国さまざまなレストランがありまして、どれも非常に美味しそうです。こちらは中華惣菜らしき料理が並んでいます。こちらは鍋のコーナーですね。自分で具材を取っていくタイプのお店です。マーラーシャンゴという辛い鍋料理のようです。具材のレパートリーがかなり多いです。こちらは鶏料理のお店のようです。調理中の鶏がたくさんディスプレイされています。ディスプレイされている料理を見るだけで食欲をそそられます。バーベキューチキンウィングスと書かれているので、手羽先みたいな料理でしょうか。ただ日本の手羽先と比べると少し味が濃そうです。こちらは魚料理ですとかチキンが並べられていますけども、こちらもですねナシレマを提供しているお店のようです。真ん中の写真がナシレマですね。混雑しすぎて一人では席確保できないので、少し移動しまして別の場所で食事をしたいと思います。続いてはこちらラオパサというホーカーにやってきました。シンガポールに来て初めてのホーカーで食事をしてみたいと思います。わざわざマップがあるぐらい広いホーカーで、ホーカーの入り口にはまさかのアサヒ日本のビールが売られています。なんかビアガーデンみたいな雰囲気ですね。ホーカーの中、現地料理を中心にさまざまなお店があります。お店が多すぎて何にするか非常に悩みます。料理だけではなく、こういったフルーツですとか、フルーツジュースもありますし、あとビールですとかスイーツなんかも販売されています。今回はこちらのお店にしました。シーフイユアンというお店です。左の方にちらっとミシュランマークがついていますけども、ミシュランにも掲載されているお店になります。フォーファンという中国発祥の平手打ちのライスヌードルが有名みたいなんですけども、僕は今回こちらライスのメニューをいただきます。アルコールの専門のお店でハイネケンも注文してきました。かなり大きいです。乾杯。ビールはやっぱり美味しいです。もうめちゃくちゃ歩き疲れてたので、なおさら美味しく感じます。料理の方ももちろん美味しいです。濃いめに味付けされたあんかけご飯みたいなイメージです。中には今食べたチンゲン菜ですとか椎茸、それから蒸したチキンやアヒル、奥の方に見えます揚げたエビバンタンがついています。少し甘い濃いめの餡のおかげでですね、どの食材も非常に美味しいです。そしてかなりビールに合います。
この揚げられたエビワンタンがついているのも非常にいいです。あんでしっとりしたご飯にですねパリッとしたエビワンタン一緒に食べていくとですねこれまた美味しかったです。こちらのお店、先ほども少しお話しした通り2016年からですねずっとミシュランに掲載されていますので長く現地でも評価されているということがわかるかと思います。今回のこちらのお店以外にもですね様々な現地のお店がありまして、ここに来れば例えばチキンライスですとかラクサですとかホッケンミーですとか様々なシンガポールの料理が楽しむことができます。それから夜になればですねサテーという焼き鳥みたいなメニューのですね屋台がオープンするそうで、ビールを飲みながらですねそういったサテーを食べるというのも良さそうです。今回は先ほどマリーナベイサンズでランチが食べれなかったのでちょっとランチの時間帯とはずれた時間帯に訪れているんですけども、特に平日のお昼の時間帯ですねオフィスビルが非常に多いエリアなのでかなり混雑するそうですので、そのあたりの時間は気をつけた方が良さそうです。それからこちらのホーカーですね2014年にリノベーションされていますので他のホーカーに比べると清潔感があります。僕みたいなシンガポール初心者でホーカーデビューするにはですねちょうど良いホーカーです。揚げられたエビバンタの中こんな感じになってましてびっしりと詰まっています。完食。これはもちろん当たりでした。もちろん食後にはデザートが待っています。同じホーカーの中にありましたこちらマンチパンケーキにやってきました。一応パンケーキみたいなんですけどもちょっと変わった形変わった色をしています。黒色の生地のものは木炭が入っているようでして、緑の生地には緑茶が入っているようです。でこの生地の中にですねピーナッツですとかココナッツ、小豆、黒ごま、ビスコフというクッキーテイストのソースがついています。袋に生地ですとか中身の味の種類が書かれていまして、もうこれだけの種類のメニューがあります。いろいろ試してみたかったんですけども今回ちょっと食後なので1個だけいただきます。表のパッケージも非常におしゃれで可愛いです。今回はこちらチャコールピーナッツ MJK というメニューをいただきました。木炭が練り込まれた生地にピーナッツソースが入っています。MJK というのはミンジャンクエっていうので、このようなパンケーキの生地でピーナッツを挟んだもののことを言うようです。同じパンケーキの生地のはずなんですけども今まで食べたことないような感じがします。強いて言うならばどら焼きの生地が厚くなったような食べ物でしょうか。生地が二重になってるからなのかかなりもちもちしています。生地の方はもう真っ黒なのでなんか強烈な味するのかなと思ったらですねそんなに味はしないかなと思います。中のピーナッツは粗めのピーナッツが入っています。これは他のものも食べてみたくなるぐらい美味しかったと思います。今回の動画はこちらの食事のシーンで終わりにしたいと思います。今後も旅行動画続きますのでチャンネル登録まだの方はですねぜひチャンネル登録をお願いします。それからインスタグラムもやっていますのでインスタグラムのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で完食。